寝る時間ってね、うん、ミュージシャンたちはやっぱり夜型なんでね。そうなんですよ、はい、うん、私も今でこそ12時ぐらいに布団に入るようになりましたけど、はいはいはい、まあ朝までコースは何度やったかな、うん、なんかしかも特に作曲とかしてるとどんどん時間が過ぎてって、そうなんですね、なんか4時とか5時とかなんですよ。でなんかそこら辺の時間帯ってものすごくアドレナリン放出されてて、はい、いい曲出てくるんですよ、ね、そう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 だから意外と夜何も雑音がない中でこうなんか本当に自分の中に入り込んで曲書いてる感じが確かにありますよね。ありますね。いやこれちょっと作曲家あるあるの話も ね、あとは全然それと関係なくゲームやっちゃったりするんであれゲームどんなゲームがお好きなんですか？そうですね、僕はもう RPG、まあ、にわかオタクなんで、はい、あの FF をシリーズを6から10まで全部クリアして、はい、で最近はペルソナの3と4をやって、で、ゼノギアスをやって、はい、今はあれをやってますね、テイルズオブファンタジアをやってますね。もうなんていうかあの菊池さんほど忙しい方が RPG やってる時間どうやって捻出するんだろうっていうのが素朴な疑問です私あれこれゲームの名前とか言って大丈夫だったんですか？大丈夫です。いや本当に私は RPG をやっている人の後ろから見るのが好きです。ああでも分かります。一番嫌がられるやつです。いやでもストーリーを楽しむものですからね。そうそれはそういう楽しみ方も、はい、ゲーム実況動画とかよく見る方なんですよ。ああなるほどなるほど。あ鬼武者とかすごい好きなんですけど、はい、あれ結構こうなんかバッタバタ切っていくシーンとか、はい、なんか出てくるじゃないですか敵とか。そうですねってなるのをあの指で 目隠しながら、はい、隠しながらチラ見する感じ。いざ自分で意を決してやってみると、はい、大事なシーンの直前でセーブをしちゃって上書きして越せなくなるっていう。ああつむってやつね。そうあのそれFF10 でもやりました私。ああわかる。10はねまあまあ積みますよ。あれ油断してすぐ積みますから、ね、あの大事なあのシーンもあの直前のところで、ね、あのやっちゃって永遠に越せないみたいな。今来るんすかみたいないきなりこうボンって現れて積むっていうのがありますよね。もうあれで何度泣いたことかあの総理で泣くのではなくね。そうそうそう先に進まれへんっていう菊池さんというと帽子のイメージが強いのですが、はい、ストリートピアノにストリートピアノを弾きに出かけるときこれは外せないというご自身のアイテムってありますか？アイテム、そうですね、外せないアイテムは、はい、そうだな、靴ですかね。靴あと服ですかね。あとズボンですかね。いらっしゃることが多いですね、はい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 、それはなんかちょっともう自分のパーソナルカラーみたいな感じ。いやなんかあの僕あの服選ぶセンスがないんで。えそうなんですか？あのなんでしょうね、あの黒を着てればなんとかなるって、はい、僕の大学の時に先輩に言われて、まあ、黒だったら外れないだろうって思って、はい、黒にしてます。なるほど黒最強アイテムですからね。最強ですね。最強なんですよ、ね、私も困ったら黒着ろみたいな感じなんで